ソースで、でトマトベース、西洋わさび、アップルビネガー、あとはグラニュー糖を入れました。エンパイアステーキハウス六本木、マネージャーの北里ジェフと申します。エンパイアステーキハウスはジャックとジェフとラスという3兄弟が一緒に独立して作ったお店、エンパイアステーキハウスが2010年にニューヨークにオープンし、2017年の10月17日に初めて海外の旗艦店としてこの六本木店がオープンしました。すべて我々が扱っているビーフは USDA、 アメリカ農務省が認定するプライムグレードが最も高いビーフ、牛の種類やブラカンガス、それをすべてチルドの状態ですね、要は絶対に冷凍しないというのは我々オープンしてからずっと 4,5 年守ってきておりまして、チルドの状態で時間の熟成庫です、我々でベストの状態を見極めてお客様にお出しすると。僕2つあると思うんですけど、1つはもちろんこの味の部分で、すごくこう本来の牛の旨味ですとか味わいをなくさずにですね、どのように調理をしてもしっかりとそこが残ると味わい深いというところがやはり一つの特徴だと思っております。あとこう赤身と、炙リングのこう脂肪交雑のこうバランスが非常によく取れているお肉なので、こう脂っこすぎずに、かといって淡白すぎずにと、すごくバランスが考えられているんだなと。我々のこのエンペラステーキの特徴としましては、普通のポーターハウスのフィレではなく、そこを贅沢にシャトーブリアンという、フィレの中でもこう一番均等に厚みがあって柔らかいとされている最も高級な部位を置き換えて使っている、ニューヨークスタイルのステーキハウス、ニューヨークスタイルの空間やサービスと、豪快な骨付きステーキ、エンペラステーキをはじめですね、ぜひ食べに来てください。 We look forward to seeing you soon. Thank you.